さんこんにちは。お父さんのための野球教室の永田です。今回もですね、元 NPB 審判の、山崎さんに来ていただいております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回はですね、先日ありました大谷選手の、大谷投手の、防空の件について、山崎さんなりのこう解説をしていきたい。はい、わかりました。はい、いろいろな報道ねなされてましたね。あれはもうひょっとしたらメジャーの審判がいじめたんじゃないかとか差別じゃないかとかいろんなこう話が出てきました。明らかにボークじゃないな、あるいはボークだ、いろんな意見飛び交いましたけども、ボークのねとにかく判定の難しさっていうのは、このルールブックにね、具体的な行動とか図柄とか、そういうもの一切載ってないんですよ。単なる条文で載ってるだけなんですよ。そこが難しい。だからこの条文をどのように解釈するかとか、あるいはその場面をどのように見るか、じゃあボークかボークじゃないかというのは一重に全て審判の判断に委ねられる。でなおかつ例えば4人制の審判だったら4人全員一致なくていいんです。一人でもボークと見ればもうボークなんですよ。3対1で3人がボークじゃないと思ってても1人がボークといえばボークなんです。なるほど。ですから、若者がよく言うのは誰が見てもボークでない動きをしなさいと。そうですね。言うんですね。でもあの時おそらくセカンドの審判だと思います。で次にやったのはサードの審判だったと思います。宣告したのがね、やっぱりね、しかるべきね理由はね、僕はね見つけました。今日はちょっとそのお話ししましょう。ぜひ。ですね、まず最初のボーク、皆さんよく分かってると思いますね。大谷投手がセカンドにランナーがいた、で外して偽投仕掛けたところでボークを宣告された、そうするとおそらくじゃあこの外したの外してないのだとか腕を振ったの振らないのとか、そんなところがボークではなかったんじゃないかなと思うかもしれません。これは僕はあくまでもね当該審判じゃありませんから、真意は分かりません。彼らは説明もしませんし、日本ですとなんでボークだったのか説明してくれ、ということを言われるけども、アメリカではね一切そういう説明はしないんですよ。俺がボークと見たからボークだ、それでいいんです。でもあえてね、じゃあそれを当該審判ではないけど僕が推測するとするならば、その前の動きだったんです。大谷投手がこう構えて、セカンドに投げる前にちょっとこう膝がね折れたように見えました。これがの投球動作に見えたのではないか。でその投球動作からこの動きが外しましたね。ですからこの時のこの膝のちょっとした折れ具合、これが投球動作にセカンドの審判は取られたのではないかと思います。ですからそこからこう外していったところでもボーク宣告された。この時に例えば解説者なんかでね、いや外してるのになんでボークだとかいうことを言いますけど、それは全くねトンチンカンな話で、外そうが外すまいがセカンドに偽投していいんですから。そうです ね、一塁三塁は外さないと偽投はできません、外さないで偽投したと、そうするとボークになる、二塁は外さないで偽投してもいいし外して偽投してもいいし、外す外さないは関係ありませんから、あの場合はね。あくまでも僕は最初のこれでボークを宣告されたと解釈しました。なるほど。で2つ目のボーク、2個目ですね。2個目、あれはですね、手確かに止まってました。手は止まってた。だけどまだね微妙にね下半身が動いているように見えました。微妙な動きが、それをボークに問われたんだと思います。だから完全静止はしてなかったと。静止っていうのはあくまでも体全部が静止ですから、手だけじゃありません。だから例えば手、これでいったらボークなんですよ。完全静止してないから。手は止まってますよね。手は止まってるんですね。だから全体が、体全体がピタッと止まらなきゃいけない。ここに提唱した。ただしあれも微妙な動きですよ。そうですね。でもなんでボーク取られるかというと、ここはね、もうこれも推測ですけども、マークされたんです。最初のボークで、大谷はちょっと動きが怪しいなと、そういう先入観を持たれたんですね。その後大谷がファイ、こんなポーズしたけども、それが刺激したわけじゃないですけども、大谷投手はちょっと
投球入る前にああいう微妙な動きをするじゃないかと、まあ、ちょっと動くかもしれない、疑心暗鬼になるんですね。そうすると審判はよりどうなんだ、目を凝らして見るようなんですよ。これはね、日本でも同じなんです。まあ我々もね、審判同士でネットワーク持ってる、はい、パーッとね、前の日にじゃあボークあった、じゃあどういうボークだったのか、うん、すぐ全審判にね連絡行ってるんですよ。当初はああいうことをやったから気をつけて見ておこうなというね、はい、情報を共有するんです。三塁の審判もあの日セカンドの審判ボークを取ったと、あ、大谷投手っていうのはちょっと投球動作入るセットの時に何か問題あるんじゃないか、そういうふうにあの注視するようになったと思うんですよ。なるほど、はい、でよく報道の中で、いや例えば、ね、新人に対するいじめだと言うけども、はい、もう大谷投手も今年4年目ですからね、うん、まあ、新人じゃルーキーじゃありませんから、うん、あるいは差別だったんじゃないかとか、こんなこういうポーズが審判に何くそうと反発心を持たせて放棄されたんじゃないかとか、うん、まあ、そういったことは言われてますけど、僕はそういうものはねないと思います。もう我々はとにかく常に正しいジャッジをするように目を凝らしてみてるんですからね、報復しようとかそういう気持ちは持たないもんです、うん、はい、あくまでもやっぱりその最初の牽制で疑念を抱かせたと、はい、怪しい動きをするんだ、それが次の暴行宣告された伏線になっていたんじゃないかなと、なるほど、はい、思いました。でちなみにさっきも言いましたけど、日本ですと例えば監督にはね説明しなきゃいけないし、はい、なんかもっと難しいプレーが起きたら必ず場内放送もします。審判はね、はい、お客さんに説明しよう。アメリカはそれ一切ないんですよ。あ、ないんですか。もうお客さんはルールを知って野球を見てるんだという前提だから、なるほど、野球を見てれば分かるだろうという前提でね行われてるんですね。ですから向こうでは場内放送っていうのはありません。うーん、そして監督に対しても、まあ、抗議が来ても説明はないですね。あ、まずね、俺はこう見た、この一点張りですね、はい、でそれを納得できない、ゲタ、もうこれで幕引き、まあ、これがまあアメリカのベースボールですね。なるほど、日本の野球はやっぱりそこは説明を求めますね。なんでボークだったんだと、ね、これでもあの日本だったらプロの監督がこう抗議に来て、まあ、説明を求めますよね、うん、そうしたらまあこういうことでこういうまあボークを取りましたっていうのは一応説明されるわけですか。まあそうですね、まあ、それを求めてきますからね、しますね。ただもう僕らの本音で言えばおかしかったらボークだったと、うん、それしかないんですけどもね。そうするとね、いやビデオで見たら、お前足が曲がってるけど違うだろう、肩だったのだとかね、そういうこと言ってくるんですよ。ああ、ね、なるほど、ね、足は曲がってなかったぞだとかね。ただ俺はその一人で一瞬一回しか見てないんですから。いや、そうですね、頭の中でリプレイ映像はないですから、その一瞬だけなんですからね、一回しか見てないんだから。そんであなたたちは何度も見ても言ってるんでしょ。そうですね、まあ、スローで見たりとか、まあ、後からだったら、ね、後付けでね、はい、見れます。これはその一発勝負、場の勝負ですからね。だから誰が見てもボークではない動きをしてもらいたいっていうのがね、審判の本音ですね。そうですね、はい、まあ、疑わしくない動作をすればいい、はい、4人審判の人は4人全員がボークではないんだというね、はい、正しい投球動作や牽制してもらいたいというのはね、審判側の本音ですね。そうですね、まあでもこうギリギリをこう攻めてくるじゃないですか、みんなで。そうですね、まあそれをもし技術というんだったら、はい、その技術にはボークを問われるリスクも伴うんだと。あ、まあそういうことですよね。そういうことですね、そのリスクも考えてもらいたいと、はい、でその上で問われたんだったらもうそれは仕方ないんですよ、うんうん、それを求めたんだから。そうですね、取られるかもしれないけども、はい、っていうところですね。それを覚悟で牽制で殺しに行ったんだったら、それはもうしかないね、うん、そういう覚悟を持ってもらいたいですね。はい、まあ、本当にね、こうあの、まあ、大谷選手 の、 あの、うん、ボークで結構その注目を浴びたわけですけど、まあ、本当にこれが少年野球 の、 あの現場だと、うん、まあ、本当にこう最初にこれだったらどの人が審判行ってもボークには取られないよっていう動きをもう最初にしとけば、そうですね、まあ、問題ないっていうところなんですよね、はい、そうですね、まさにそれが正しい野球なんです、うん、はい、まあ、あとはもうその刺す刺さないはスピードであったりとか、はい、タイミングであったりとかっていうところで、はい、それが技術だと思います ね、 ですね。はい、まあ、怪しいあの動作をするのが技術じゃないと、はい、そういうことです、ね、まあ、その時にはあのボーク取られる可能性ありますよっていうところですよね、はい、はい、今日は、大谷投手の、ボークについて、山崎さんに解説していただきました。どうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。本日はご視聴ありがとうございました。
では本日はこれにて、ゲームセット。